かがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日はワインで乾杯、東京のスタジオを飛び出しまして岩手県に来ております。本日はゲストの方とワインについて語っていきたいと思うんですけれども、本日のゲストはなんとあのヒカキンさんと YouTube 同期生の森岡ゼブラ応援団長の斉藤明さんです。はい、どうもよろしくお願いします。ようこそ岩手。ありがとうございます。今日は本当にあのお時間いただいてありがとうございます。どうもです。斉藤さん、楽しい一時ぜひ過ごしていきたいと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。あのゲストの方には必ず最初に質問していることがありましてですね、はい、いきなりで申し訳ないんですけれども、斉藤さんは普段お酒はたしなまれますか？はい、もうたしなみます。どのような、具体的、まあ最初ほとんど岩手県中心にね、日本酒はねよく飲んでます。なるほどですね。お好きな日本酒とかもしあったらぜひアピールしていただければ。好きな日本酒、まあ岩手県の日本酒ならねもう全部なんですけど、一つ挙げるとすると、まあどこでしょうね、朝開きとか水仙。水仙ですね。水仙はあの雪っ子っていうのがもう今の時期は残念ながらもう終売してしまってるんですけど、秋冬にはね結構県内でどこでも出回るこのアルミ缶の、ね、濁り酒なんですけどね。アルミ缶の濁り酒ですか。はい、なるほどです。結構珍しいですよね。そうですね、ちょっとあの気になるので、はい、帰りに探してみたいと思うんですが。いや帰りって言ってももうだから さっきも言いましたけど、これは3月ぐらいでもう在庫が、なるほどっていう感じなんですけどね。じゃあもう厳しいですね。ですね。わかりました。ちょっとまた機会改めて来る理由ができたので、はい、今度3月のタイミングで来た時にはですね。3月かの秋。秋ですね。失礼しました。秋のタイミングに来た時には、はい、と思います。ありがとうございます。どれぐらい結構日々飲まれます？毎日飲みます？毎日っていうわけでもないですけど、まあただまあ毎だいたい1日2日は間隔空けてね飲んだりはしてるんですけどね。結構じゃあお好きな方っていうのはあるんですね。そうですね、うん、よかったです。今日は斉藤さんとワインをですねいただきたいということで、はい、ワインの方は普段はいかがですか？うん、飲まれます？まあワインはね、ちょっと時々飲む感じですかね。なるほどです、ね、ワインも。ぜひ今日はあの斉藤さんに喜んでもらえるワインをですね、はい、ご用意しておりますので、はい、ぜひ楽しみなんですけども、先にちょっと話しさせていただきますと、はい、本日ですね、あのフランスの五大シャトーというのがありまして、うん、そちらのシャトー・ムートン・ロートシュートというヴィンテージが1973年のですね、結構古めのヴィンテージなんですけど、1973年というと今2022年ですからね、49年前ですね、はい、ということなので、私も、今40歳になりまして、まあ、ちょっとワインの方が先輩というようなイメージなんですけれどもですね、はい、私もそうです。斉藤さんも、43ですね。43、先輩ですね、はい、本当はあのということは少しワインの方が先輩というところで言うと、はい、私たちが生まれる前にあの仕込まれたワインでございますので、はい、非常に楽しみでございます。では佐藤さん、こちら早速開けていきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか？はい、はい、その前にですね、ちょっとワインの説明を少しさせていただきますと、うん、こちらのシャトー・ムート・ロードシュートということで、ロードシュート家、まあ、シャトー・ラフィット・ロードシュート同じようにあのロードシュート家がですね買ったあのワインのメーカーなんですけれども、まあ、昔あのジェームスさんですね、ジェームス・ロードシュートさんが、ラフィット、古代シャトーそっちを、まあ、どうしても欲しいというときにですね、まあ、なんとその三男のジェームさん五男なんですけども、三男の、息子さんですね、こちらのナサニエルさんという方が、ジェームスのお嬢さんと、まあ、親戚なんですけども結婚してですね、どうやらジェームスさんがラフィットを欲しがってるっていうことを聞いて、なんとその、ジェームスへの先にですね、シャトーブラドムートンという畑を買ったということでですね、まあ、なのでラフィットの畑の隣にこのムートンという畑はあるということなので、まあ、非常にそのブドウのカベルネソーヴィニヨン育つ環境が良い、小高い丘と水はけが良いということで、あの非常に期待できるワインだと思いますので、早速、まあ、
思います、はい、ちなみにムートン五大シャトーに格上げ格付けされたのが1973年ということでまさにその年のヴィンテージでございまして、この絵柄見てほしいんですけど、ピカソが描いたラベルということでですね、ムートンといえばこのラベルが特徴でありますので、こういったのも一つ今日斉藤さんと飲めて非常に嬉しいです、はい、それでは早速開けていきたいと思います。はい、ちょっとヴィンテージ